考書メソッド。参考書の効果的な使い方を紹介する参考書メソッド。こんにちは、マナビズムの矢沢です。今回紹介する参考書はこちら、カンカン同率大古文です。収録問題数は全部で16題、過去問が3題、予想問題が1題、かけるカンカン同率4大学の計16題になっています。目標習熟期間は約1ヶ月半です。2日に1題ぐらいのペースで自分の第一志望の大学を優先して解いていくようにしましょう。続いてこの参考書の特徴です。以前改訂されてですね、本文の横に訳が書いている形になったんで、自分で勉強するにはもってこいの一冊になってます。ただこの16題の中で立命館の源氏物語だけ異常に難易度が高いので、そこは飛ばしてもいいかなっていうふうに思います。ただ源氏物語は品質の出典なので、源氏物語の出典の知識はしっかりと蓄えるようにしてください。最後にこの参考書の使い方です。まずは自分の志望校の傾向をしっかりと理解するために、解説の最初にある傾向と分析の箇所を読み込みましょう。続いて自分の志望校の問題を優先的に解いていきます。その時に古文の勉強が調子よく進んでいる子は制限時間を意識して問題を解けばいいんですけど、もし順調にいってないっていう場合は制限時間を特に意識してやる必要はありません。問題を解き終わったら答え合わせをするんですけど、問題の解説を読むだけでは全然古文はできるようにならないんで、本文と訳が横に書かれているところをしっかりと読み込んで、自分が誤読してないか読み間違ってないかっていうのを確認しながら復習をしっかりとしていくようにしてください。もちろんこの参考書は演習書になりますので何回も何回もやる必要はありません。ただ問題をやって自分がここができてないなっていう風なのが分かったら、必ずインプット系の参考書、古文単語が覚えれてないなっていう風に思ったら古文単語の参考書をしっかりまた戻るようにしてほしいし、古典文法の問題で間違ってるんだったらその問題ができるようになるだけじゃなくて、古典文法の参考書の同じ箇所の部分にしっかり戻って復習するようにしてほしいと思います。それではカンカン同率大古文の使い方の動画はここまでにしたいと思います。この動画が役に立ったと思ったら高評価を、何かあればコメント欄からお願いします。ありがとうございました。